こんにちは。こんにちは。今日はですね、はい、この普通にハンバーグをちょっと作りたいと思うんですけど。普通にハンバーグですか？はい、あ、普通じゃない、ごめんなさい、普通じゃなかった普通にハンバーグ作りたいとこなんですが、はい、こちらスーパーとかによく置いてある牛脂ですね。見たことありますよ、はい、これをハンバーグに入れたらうまくなるんじゃないかと。おお、プラスするわけですね、はい、よくなんかお肉とかで合成肉っつって、うん、なんか塊の中に牛脂注入みたいなのあるじゃないですか。ああ、あるね。あれのハンバーグバージョン。なるほど。したら美味しくなるんじゃないかと、はい、ちょっとした実験でございます、はい、とある肉には入れました、ね、入れたんですね、はい、あれでちょっと美味しくなったんで、はい、美味しくなると思います。ジューシーさが増すんじゃないかなと、はい、注入中かもうこれを砕いてこっちに水と混ぜ込んだら油がものすごいんじゃないかと、そういう感じでございます。はい、どうなるのか今日の実験でございます。ただ思うのがもしかしたらもうすでに混ぜ込まれてるのかもしれないですね。それをもうプラスするんですよ、もう、うん、油増し増しで、油増し増しでいきましょう。肉汁やね、肉汁、今日はドッペしましょうドッペするの意味が分かんない人は調べてください。はい教えてやらないと付き合わせの、はい、どっぽですか？どっぽやよくやります、はい、どっぽちゃん虎殺しですからね、はい、ドカンなんて粉砕です1巻目の衝撃はすごいですからね本当よね、あそこが一番強かったドッポはあの時が一番強かったでもパンチにちょっとあれもうバッグの名刺ですで、レタスは、まあ、もうなんかサラダ、サラダ、はい、横に小鉢的な小鉢サラダ小鉢的なやつ出てきますね、はい、おしゃれなちょっとカフェで、はい、お昼やってるようなそうですね、はい、そんなサラダ、はい、そんなサラダサラダはこれぐらい食べたいですけどミニサラダ、うん、まずは塩コショウ、はいはい、塩コショウ振ります。はい、サラサラサラとサラとのパン粉と卵やですかね。つなぎ入れるケースね。つなぎも入れません。いや、入れましょうつなぎ入れてもジューシー、美味しいやつができるみたいな。つなぎます。つなぎました。デストランディング。ありがとうサム。ありがとうサム。あ、メタルギアかじゃないです。もう人が作った、あー、あれね、あいつね、ウォーキングデッドの人が出ているですかね。ノーマンリーダスだ。そうノーマンリーダスさん。ノーマンやからね、はい、人じゃないノーマンなんですか男の人呼んでーえ、シャウチロクさんが笑ってるあれ、ピカデリー、ピカデリーですからね。ピカデリーってやつですか。はい、ガキの使いでピカデリー有名だっていう人がいて、うん、その人が言うんですよ男の人呼んでーって言うんですよめっちゃ80歳ぐらいのあ、そうなんだいや、あの、ハイサイのたけしさんも前、はい、海に落ちた時に言ってたザッツオールですじゃあハンバーグの種はこれで、これで普通のハンバーグかないですね。そこに一手間でございます、はい、あ、これでやりますか。砕きましょう。それ、あ、それ、こっちで切ります。コロコロコロって回らないから。あ、そういうことか。あ、やってみましょう。はい、何でも粉々に、うん、やってみます。じゃあ、はい、ちょっとプロセッサーにかけてもらえますか。砕けかどうかはちょっと分かんないですけど。砕けろ、俺のコスモよきれいに砕けましたわ。やったぜ。冷凍してたからかな。あ、そっかそっか。ということでこれぐらい。あ、いいですね。なんか美味しそうに見えてきたよですねあ、いいですね、いいですね。ちょっと粒感がある感じで、はい、じゃあこれを、はい、こっちに入れてもらっていいですか。もっと入れます。これ3個、今3個3個入れた。4、4、5個入れますか。いやすかで、こうやって多分混ぜてたら多分手の体温とかで、うん、溶けていく、ね、溶けちゃうかもしれないんでですね、ちょっと一気にそこそこ混ぜ込みましょう。じゃあグッグッグッと5個は入れようかな。よし、ちょっとこれフライパンも温めようか、うん、いつもフライパン温め忘れてて乗っけた時にジュッて言わなくて悲しくなるんですよね、肉が黙るはい、じゃあもう1個持ってくる。あと3個追加これうまくなるのかな
くどくなる。でも肉汁はすごいんじゃないですか。うん、よし、ありがとうございます。はい、身に残ってくれるのこれでも。どうなんですかね、うん。ちょっと混ぜ込んでみますね。はい、じゃあこっちでは牛脂を、はい、切ってください。はい、お願いします。牛脂メインになっちゃうかこれは。これはスピードが命ですからね。はい。うわ、すっげえ、これうまそうだな。ちょっと霜降り、霜降りハンバーグですよ、ほら。本当だ、すげえ。あんまり混ぜすぎないようにしとこう、一応ささっと、よしよしもうちょい味付けようかな。そっか、終わった後に味付ける、あれ何にします？ソース？ソース、オーロラソース、爽やかソース。でも俺ちょっと爽やかじゃないもんな。ギトギトの油おじさんスープ、油ソースで児玉さんの耳の裏と、はい、俺の耳の裏と俺の耳の裏はもう匂いがすごいドリアン児玉カニボみたいな、うん、またバギの話になるそっちのドリアンドリアンかいいな。え、なんかソースありますかね。デミグラスは作れますか。簡単デミグラス。お、椎茸あるよ、そこ。お、椎茸の最近元気がないですよ、そしたら。ねえ、ないね。寒すぎるんじゃないの。なんですかね。うん、寒っ。なんかカラッカラになってました。あ、水が足りんかった。足りない。うん、雨降ったからでも。ちょうど良さそう。うん、かなりの、はい。じゃあ焼きますか。はい、じゃあ、これを2つ、2人前に分けますね。まあでもデミグラスで、あれ、おしゃれにしなくても。はい、でかすぎますかね。多分焼けない、それを。もうこんぐらいかな、もう半分かな。さっきの大きさで薄くすれば焼けると思うけど、はい、なるほど。空気を抜いて、空気を抜いて、ナイスナイス。なーにーやっちまったな。ベローンってどっか飛んでいくせいじゃんやっちまったーってで成形しまして、そうそうそう、ここをくぼませるでしょ。おへそ、はい、はい、じゃあ溶けまーす。はい、10ナイス。整形したのかなこれ。顎がちょっと出てますね。まあまあ大丈夫か。あ、こいつは丸顔、ちゃんと丸顔。ちゃんと丸顔。流行りだ。顎とがらせでもいいと思います。よいしょ。はい、ナイス。ドラえもんのコピーロボットみたいな。ああ。ドラえもんにもコピーロボット出てくるんだ。あ、ドラえもんじゃなかったか。いや、コピーはあるパーマン。いや、ドラえもんにもありそうやけど。一回ひっくり返します。ハンバーグでひっくり返していいんだよね。はい、もう分かってる。あっちよいしょ。おいー、今のところなんか漏れ出てる感じじゃない。はい、ね、めっちゃいい匂い。美味しそう。スーパーハンバーグ、マシマシブーストかけてますからね。うん、やっぱ横にも牛脂置いて吸わせる、吸わせる、肉に吸わせる、ね、最近はカイジにハマっておりまして、ね、はい、コメントにもありましたけど、ペリカ、うん、ペリカスルーされちゃったんで強敵肉汁、ザワザワザワ。いやでもね、あれちょっとパチンコ台とかザワ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 って直したらザワ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 。でも本当にザワザワしてるとこザワザワ言いますもんね。ザワザワ。カイジがいいやつなんですよ、バカだけど。俺もちょっと真似していいですか、ビール。犯罪的だ。やばいかも、ペリカはたまらんかった。当たるよ、班長、大月にやられて。大事くん。我慢はいかんよ。何でしたっけ、チンチロリンマセンだった。そうそうそう、チンチロ。じゃあこれ、かけながら食べてやっていくと、あ、やべ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 、やっていくと、はい、丸く膨らんでいくんですよ。お、筋トレも。筋トレも。レレ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 レ、筋トレも。レレレレ。MC ハマってるんですか。だから年齢疑われるんだね。じゃあちょっと火弱めで蓋しときます、うん、中火で、はい、じゃあしばらく、はい、焼いていきましょう。はい、ちょっとすごいことになってますよ。マジで。ちょっとこれもう多分焼けてると思うんで開けますね。はい、油がほとんど出てきてる。あららららら。大丈夫かこれ。結局元に戻って、はい。
元のハンバーグかもしれないですこれ。というわけででもじゃあ完成でございます。はい、じゃあ食べていきます。というわけでご飯炊き忘れてたんでハンバーグの前になりました。はい、俺は残ったあの牛脂の油でデミグラス作りました。じゃあ僕はマヨネーズとケチャップを混ぜるだけ。はい、オーロラですね。はいはい、はい、では、はい、いただきます。これでふわふわになってたらですね、うん、ちょっとすごい、あ、でもすごいよ、はい、肉の汁が。俺も真ん中から割ればよかった最初。見せないな俺は。ジュー、あ、ほらジューって、これで、で、これが断面でございますね。いきますよ。うん、おお、うすげえ出ますね。汁が出ます。汁がドーピングですからね、これ、はい、ドーピングハンバーグ。いただきます。あのセリフ出るから、いただきます。うん、なんか牛脂の味になるんですかこれ。思ったほど悪魔的ではないけど。そうですね。でも柔らかい。柔らかいですね、うん。え、もうちょっとなんかでもうわーってなんかなってほしかったな。うん、めっちゃジューって出てくるかと思った、はい、そうでもないけど柔らかい。柔らかいですね。隙間に牛脂が張り込んでて、うん、あるんじゃないですか。それが溶けてふわふわな感じになるんじゃないかな。なるほど、そういう、うん、あ、でもすげーよ汁が、はい、ノードレッシング。マジっすか。うん、マジっすか。トマトの味がする、うん、マヨネーズうめ。というわけで、はい、今回はハンバーグに牛脂を入れたらどうなるかという実験だったんですけど、はい、スーパーで置いてあるやつを入れるだけなんで、うん、真似は簡単にできると思うんでですね。ただね、ちゃんと取りすぎないように。そうですね。カロリーはもうえぐいと思うんで。あの、もらいすぎない。もらいすぎないですね。使う人もいるんですね、はい、使う人いますからね。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。メインの釣りチャンネルはこちら。はい、はい。